金平梅。風陽から聞いたわ。正門様は今日でお戻りになるそうね。今度こそ思いを遂げてみせるわ。そんなお母様、どうやって？この間はお前の部屋を使おうとしたから失敗したのよ。私としたことが恥じらいを忘れていたわ。もう逃がさないわよ。お母様、春梅のことは？それはあと、私の用事が済んでからよ。気の利かない子ね。宝安の方がお前よりよほど賢いわ。宝安を探しに来たという口実を作ってくれるもの。そろそろお開きにいたしましょう。正門様は西の塔の一番奥の部屋で休まれるそうよ。明日の朝はあなたがジャスミン茶をお持ちしてね。ええ。西の塔の一番奥、そこに正門様が。夜中に忍び込むわ。鍵を用意して。はい。前回は春梅にバレて失敗したけど、今なら絶対油断してるはず。じゃあ行ってくるわね。正門様、来ちゃった。さあ、今のうちに。はい。それでは旦那様。ああ、この揺れは、私は馬車に乗っているの？さて、そろそろ地獄の門に着く。この女の業が裁かれる時だ。何ですって？着いたぞ、運び出せ。一体どうなってるの？おや、起きたようだぜ。どれ、口を開けて顔を見せろ。暗くてよく見えない。でも大勢の息遣いがする。怖いわ。
体何なの？口に詰め物がされてて声が出ない。正門様の部屋に入ったはずなのに、ここはどこ？順番が来るまで転がしておけ。血まみれの袋、これは。まさか。詰められてしまった。どうなるの、私。お願いです、お許しください。誰かいる。お願いです、何でもします。命だけはお助けください。ダメだ。お前は生前犬を蹴り殺したその報いを今受けるのだ。ここに来た人間は皆袋の中に入れられて蹴り殺される。因果応報の結果だ。行け。許して許してください。これは夢よ。そうに決まってる。夢よ。いやよ、誰か助けて。よし、次はこの女の番だ。こいつ逃げようとしてるぜ。若い娘を蹴り殺したくせに。しかもとどめを刺したんだ。許せるもんじゃない。肉片になるまで蹴り続けようぜ。いやー、いやー、いやさん、ありがとう。いえ、お役に立ててよかったです。それでは。正門様、失礼します。朝のジャスミン茶を。様に、大奥様に知らせなくては。お母様、カオ様。
闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわね、旦那様。平次、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。